さんおはようございます。エリザベスの香水チャンネルへようこそ。今日はイタリアのフィレンツェから270年の歴史を誇る薬局さんの香水、今日はその中からスタンドアウト、つまり突出した傾出しているなと思った香りをご紹介します。ちなみに今日は30度以上でものすごくフィレンツェ暑いです。ですので自然に私はすごく清潔感のある香りに惹かれてしまうんですけれども、最初にご紹介したいのがプリンセーサ、つまりプリンセスという意味ですね。お姫様という香りです。パウダリーな石鹸の香りです。とてもノスタルジックな思い出が蘇ります。このようなすごくムシムシしたジメジメした暑い日にはおばあちゃんのお家で浴びるようなとても心休まる石鹸の香りが非常にいいと思います。プリンセテーサ、お姫様という名前ですが確実に男性でもつけこなせます。それくらいユニセックスな石鹸の香りです。次にご紹介したいのがベチバーという香りです。こちらのベチバーは男性紳士用の石鹸のような香りです。トップにものすごく明るくシトラスの香りと、嗅いだ時にこのクーリング、すごく気温が下がるような爽やかなメンズにつけてほしい香りです。とはいえ女性でもさっぱり系を求めている方は見逃せないような香りとなっております。次にサンダーロの香りです。こちらはサンダルウッドの香りなんですけれども、最初はすごくグリーンでフレッシュ爽やかなんですが、どんどん落ち着いてくると少しだけスモーキーなニュアンスを帯びてきます。これはレイヤリング重ね付けするときに非常に重宝しそうな香りです。最後にアロマディアンティーキ、こちらはスパイスの香りが好きな方は非常に気に入ると思います。アロマテラピーをやっている方はここの香り結構壺にはまるのではないかと思います。なかなかこういう香りはメジャーな香水では見ません。ブランド香水では見かけません。ニッチ香水であるからこそできるような素晴らしく個性的な香りです。ぜひこの4つは皆さんに試してほしいと思います。もちろんフルサイズのボトルもありますが、ご覧のようにトラベルサイズも売られています。またですね、ハンドクリームもあるようです。フェイスクリームもあります。こちらはアクネ対策のクリームもあるようです。アルガンオイル、サンプルセットも種類ごとに、例えば左からスパイス系、シトラス系、グルマン系、フローラル系で手に入れることができます。なんと予想外に私なかなか石鹸など買わないんですが、こちらのイチゴの香りものすごく美味しそうなんです。買おうか迷っています。わあ、これ一つしか残っていないんですが、紫のものもあります。この緑のものは蜂蜜のような香りがして、もうなんか肌が嗅ぐだけで潤いそうな濃密な気持ちですね。ラベンダーは珍しく紫ではなく青です。私の爪の色と同じですね。ネイルの色と同じです。この中で私が買うなら絶対こちらの石鹸、すごく喜ばれるんじゃないですか。スーツケースに入れたらもうスーツケースごといい香りになっちゃって、ジッパー開けた途端気分までアゲアゲみたいな。固形ですし軽いですし、石鹸類は持って帰ってもお土産に喜ばれると思います。中には昔ながらの体重計もあって、フィレンツェの地元の人たちの生活に根付いた雰囲気も楽しめちゃいます。それでは皆さん Have a wonderful day. See you next time. Bye bye.